ニューサウスウェールズ州はオーストラリア連邦東南部に位置する州で同国最初の英国入植地である。州とは最大都市のシドニー。オーストラリアで最も人口が多く最も工業化された州である。NSW と略称する。 面積80万平方キロメートル、人口729万人。北はクイーンズランド州、西は南オーストラリア州、南はビクトリア州と接し、東はタスマン海に面する。面積は日本の約2.1倍である。同州の標準時へはアトックプラス10時間である。夏時間 EDT イコールはトックプラス11時間の、開始は10月の第1日。 終了は翌年4月の第1日である。ただし、西部のブロークンヒルと周辺ではこれらの時間よりも30分遅れた標準時、夏時間が用いられる。タスマン海のロードハウトではアトックプラス10、30、アトックプラス11が用いられる。内陸部は乾燥気候で農業は放牧などに限定される。東部の沿岸地方は比較的洪水があるが、 夏季には高温、乾燥状態となることがあり、山火事が発生する。2013年の例では、200棟以上の住宅が巻き込まれ消失した。2017年2月には、熱波により、各地で40度を超す温度となり、最高気温の記録を更新する場所も見られた。地域区分ニューサウスウェールズ州の地域、ニューサウスウェールズ州は次の13の地域に区分される。 地方公共団体国内最大都市である、シドニー主要都市州には、ニューサウスウェールズ州総督が置かれ、総督は、オーストラリア国王により任命される。総督は、国王の代理人であり、現在は、州政府が、住民、州出身者の中から、指揮権のある人物を指名し、国王がこれを承認、任命する名誉職となっている。総督は、憲法上、 州首相の任命権、州上院議長、下院議長の任命権、州最高裁判所及び地方裁判所判事の任命権、州議会の召集権と解散権を有する。ただし、これらの権限は、州政府、または州議会の助言と承認に基づいて行使される。州議会が州の立法権を持つ。州議会は二院制で、下院と上院からなる。 総督は、衆議会の多数党派から、衆首相を任命し、衆首相は行政各部の担当大臣を指名して、内閣を構成する。現在の衆政府は自由党、国民党連立政権である。1980年代は、州内の刑務所から囚人が脱獄する回数が1年間で180件に超えていた。近年は減少傾向にあるが、 それでも2017年には10件の脱獄が発生している。姉妹都市、定型都市市区町村同国最古の大学である、シドニー大学職業教育に重点を置く、中等語教育機関として、州立のタフ、私立の専門学校がある。ありがとうございます。